皆さん、こんにちは。ファイヤーバードツイスターの解説動画へようこそ、ディアブロファンです。今回は前半部に装備、スキル、そして後半部はプレイのテクニックを解説するので、どうぞ最後まで動画を装備の構成の解説に入ります。足元から行きましょう。本ビルドはですね、セット装備を3つ使うハイブリッドのビルドになっております。まずはクリムゾンセットですね。クリムゾンセットの、ベルトの部分は固定で、火の鳥の足を使うか、クリムゾンセットを使うかというところの選択肢になります。武器はデスウィッシュ。そして手は、火の鳥ですね。ファイヤーバードを入れて、肩はオーギルドのセットになります。体は火の鳥の胸当てになります。これジェム、カルフリに入れているんですけれども、防御力が欲しければルビーないしエメラルド。普通に知力が欲しければトパーズ。で、パラゴンが低い時等は、トパーズ。ではなくて、アメジスト等を入れて生命力を調整するといいのかなと思います。頭になります。こちらの方も火の鳥にセットになるんですけれども、第二特性でね、ちょっとケインの方をチェックすると、第二特性の方で操作障害の効果の持続時間が〇〇%っていうのが兜にはつくので、もしよかったらこれがついてるとより良い装備になるのかなと思います。アミュレットはスクワットをネックレス、火炎系スキルダメージ、クリティカルヒットダメージと、あとクリティカルヒット率がつくとベストですね。オーギルドのセットの残りの一つの部分、火炎系スキルダメージ、知力、生命力、クリティカルヒット率。そしてオフハンドは火の鳥ですね。最後の部位になります。非常に重要な点が、クリティカルヒット発生時にアーケインパワーを4生成するというところと、クリティカルヒット率を可能な限りつけるというところですね。このビルドは、リソースの消費が結構激しいビルドですので、必ずクリティカルヒット発生時にアーキンパワー4生成をつけてください。3だとかなり苦しいです。指輪、属性の集合体、クリティカルヒットダメージ、クリティカルヒット率ですね。そしてもう一つが、ソケットになりますね。こちらはクールタイムをつけてはいるんですけれども、リソース消費源やクールタイムは非常に有効なビルドになっております。一方で、範囲ダメージや攻撃速度は全く必要ないので、特性値を選ぶときには、それらはね、無駄につけないように気をつけるといいのかなと思います。そして最後に、オブシディアン・オブ・ザ・ゾディアク。こちらはですね、特性値が固定で、攻撃速度をね、リロードしてサクッとにしていただけるといいのかなと思います。装備の方は以上になるんですけれども、レジェンダリージェムのチェックですね。対局。そしてもう一つが、トロエシモノの悪夢。こちらの二つはもうほとんど固定といっても差し支えないです。じゃあ残り 1V、一つのね、レジェンダリー宝石枠は何になるんですかというところなんですけれども、より攻撃力が欲しいときは、善意の復讐の宝石や、強者の悪夢をつければいいのかなと思います。まあ一番、リターン、攻撃力が上がるのは善意の復讐なんですけれども、まあ強者の悪夢をね、低ランク GR100 や110を回すときといった場合は、まあ無駄に手堅い選択になります。で、本ビルドを初めて触る。またはまだ慣れてないよっていう方でしたら、正規あふれる宝石のランク25で解放される、操作障害の効果の影響を受けなくなるという部分が、非常にね、このビルドを使いやすくするので、低ランクでね、行く場合は正規あふれる宝石もいいのかなと思います。で、一方でね、逆に、ハイティア、GR145 前後、まあ140以上をより目指したいという方でしたら、絶望せし者の石の選択も考えてみると、リフトガーディアン戦が楽になります。石の選択は以上になります。最後の一枠はね、この4つの中から選んでいただけるといいのかなと思います。以上で装備の説明は終わりになります。はい、続いてはスキルの説明になります。火の鳥のセットをね、ポイントになるディスインテグネイト。で、ルーンに関しては、ケイオスネクサスが非常に使いやすいので、ケイオスネクサスを使いましょう。そして、2セットの効果でね、テレポートのクールタイムが速くなる、テレポートを採用です。基本的に、旅の安全が安定なのかなという気します。他にルーンを選ぶ必要性はあまりないというふうに感じます。防御力を上げる旅のルーンかなというところですね。で、エクスプロシブブラストの、これは連鎖反応、もう一択です。連鎖反応を使いましょう。これは、家内のキューブのね、装備枠の方で、後で解説させてください。そして、コンシューマー版で、特徴、おなじみのエナジーツイスターですね。炎属性の必要があるので、撃風というところになります。そして、マジックウェポンですね。マジックウェポンのディフレクションないし、魔力の伝達の二者択一になります。低ランクで行くときは魔力の伝達で、先ほど説明したように、
リソースの、ね、部分が非常にきついので、魔力の伝達を選択することによって、リソース周りを良くするというところになります。ただし、ハイティアになってくると、かなり敵の攻撃も激しくなってくるので、リフレクションの選択が有力になってくるのかなという気もします。そして最後の一枠がダイヤモンドスキン。これもね、アーキンパワーの消費量が固定で急減少するプリズムなんですけれども、一方でね、結晶核、より防御力が欲しいよっていう場合は、こちらの選択になります。もちろん、こちらの選択をした場合は、ディフレクション、よりね、ディフレクションを埋める、使う必要なくなるので、魔力の伝達を採用するのかなというところですね。リソース周りなんですけれども、マジックエポン魔力の伝達、この形ね、この形は結構ギリギリな形です。で、プリズムとディフレクションにすると、防御力は若干落ちるんですけれども、アーキーのリソースの周りはかなり、楽になりますね。というところで使い分けをしていただけるといいのかなと思います。パッシブスキルの説明に入ります。守護者の効用。障壁ですね。障壁 60% 分の吸収する守りの障壁が出現するっていうのと、あと5秒間ね、ダメージを受けずにいるとっていうのが一つのポイントになります。そして危険領域ですね。結構近距離ビルドになるので、危険領域を採用することによって、ダメージの自力を上げましょう。最後、パッシブ枠、2枠が空いています。ここら辺はなかなか、迷うところかなと思うんですけれども、まあ、単純にまず防御力が欲しいんでしたら、残像という選択肢になります。もうシンプルに強い。で、善意の復讐とね、合わせて、生死の渇きを採用することによって、ちょっとね、距離の離れた敵に対してもダメージが出せるよっていう形になります。で、もしね、低ランクで攻撃力は全く必要ねえぜ、防御力も必要ねえぜっていう場合でしたら、霊的同調などの、リソース周りを完備するっていうのも十分な選択肢になりますね。覚醒を選んではいるんですけれども、まあ、全クールスキルのね、クールタイムが 20% 短縮されるということで、ダイヤモンドスキンや、エクスプロシブブラストの回転がさらに良くなるというのと、クリムゾンセットとのシナジーが期待できるというところで、覚醒も十分な選択肢になります。そしてですね、属性連鎖ですね、こちら武器が、霊気か、雷ですね、雷属性の場合に限って、許すんでしたら属性の連鎖で攻撃力を伸ばすのもありなのかなというところです。ここら辺はちょっとドラップに左右されるかなというところですね。そして、攻防一体の揺らがぬ意志なんですけれども、こちらはちょっと慣れてきた人向けの選択肢になります。1.5 秒間同じ場所に立って周りにいるとっていう条件がなかなかね厳しい場合もあるので、まあ、まずは基本的にね、残像やパワーハングリーといった形で、覚醒やパワーハングリーといった形で基本的な形を覚えて、慣れてきたらね、揺らがぬ意志の採用も、まあ、選択肢として考えてみるといいのかなと思います。最後に課題の枠ですね。無限なる深淵のオーブですね。エクスプローシブブラストと非常にシナジーがある効果になります。しっかり、4スタック貯めましょう。先に王家の遺構の指輪、ハイブリッド型ですので、王家の遺構の指輪を採用しております。最後ね、チャレリングのマントになるんですけれども、まあ、これが基本形なんですけれども、一方でね、アッシュナガールの腕光であったりだとか、もっとね、ちょっとリソースがかなりきついぜっていう方がいらっしゃったら、もう一つの、鎧の方もあるので、こちらの方も一旦採用してみて、ビルドのね、基本的な動きになれるっていうのも十分ありなのかなというところになります。パロゴに関しては特に説明を不要かなと思います。攻撃速度は、特にね、上げる必要ないので私は振っていません。全く意味ないっていうわけではないです。一応上げとくんでしたら上げといてください。範囲ダメージは全く必要ないですね。まあ、知力と生命力のポイントになるんですけれども、一つ留意してほしいのが、生命力を上げるとね、生命力を上げると守護者の効用のディフェンス、障壁や、ダイヤモンドスキンのプリズム、失礼しました。ダイヤモンドスキン自身のね、ダメージ吸収量が上がるので、飛躍的にね、防御効果が上がるということだけ覚えておくといいのかなと思います。従者はスコンドレル、アナトミーによってクリティカルヒット率が上がるという点と、ナイトベールによるね、攻撃、すべてがね、クリティカルヒット率、ヒットになるというところで、ダメージの底上げが期待できます。重要装備のみ解説させていただくんですけれども、アミュレットの部分は時の方向を必ず入れましょう。そして宿敵の番号ですね。指輪の方は一応、王家の遺構の指輪を装備しているんですけども、特には必要ない場合は、GR に関しては特に必要ないかなと思います。眼球の指輪は、従者が死ななくなるといったところは定番ですので、必ず採用しましょう。他の装備は特に
こだわる必要ないのかなというところですが、一応チェックだけはさせていただきます。ホーミングパッドはあるとちょっと便利かなというところですね。以上でスキルや従者、そしてパラゴンの説明とさせていただきます。はい、ではプレイテクニックの解説へ移りたいと思います。まずはね、開幕はディスインティグレートのスタッフを50まで貯めて、テレポートをね、快適に使えるまで、スタッフを貯めましょう。それからね、ゲームスタートです。テンポよくね、テレポートをしていきつつ、マップを索敵する感じで、敵をね、倒せる、グループを見つけて戦闘を行います。このランクは GR130 で、ちょっとね、手こずるかなというランク帯となっております。そのためにね、まずしっかり2倍、ネパリングロビー黄色い玉ですね、をしっかり貯めるようなアクションが必要になるために、しっかりとね、ザクを集めて、キルを貯めましょう。あとはね、スカートの管理、スカートのネックレスがしっかり10スタック溜まっているのかっていうのが非常に重要となります。左下のステータスバーは、こまめに確認しておくといいのかなと思います。なぜ、スクワットのネックレスの10スタックが重要なのかというと、障壁でね、ダメージを吸収している分は、スクワットのネックレスの維持、ノーダメージ判定になるので、スクワットのネックレスの維持がされております。一方で、ダメージを食らうと、スクワットの維持ができなくなる、解除されてしまうので、スクワットのネックレスが切れてしまう。つまり、ダメージを食らってしまって、火力も激減している。で、なおかつ、デスのね、危険もあるという状態になるので、まずはね、そこら辺の管理をしっかりできるようになっていくと、戦闘のね、攻撃と防御の押し引きが可能になるかなと思います。現在、広いマップでの戦闘になっておりますけれども、まあ、エリートとね、雑魚が入り乱れる、まあ、よくある、ディアブロでよくある光景なんですけれども、うまくね、アーケインの2人を回避はしていますけれども、なかなかね、いい立ち位置を見つけるのに苦労しているというところですね。ここで、いかにね、火力を出すのかっていうのが、非常にこのビルドのポイントになるんですけれども、必ずね、忘れてほしくない部分があって、それがね、チャネリングをまず1秒以上しないと、デス騎士の効果を得られないというところです。チャネリングを1秒以上続けて、初めてね、ビルドの火力っていうのが十分に活かせる形になります。もちろんね、属性の集合体の管理もできるようになったら、なおさら良いのですが、まあ、まずはね、そこら辺を気にせず、1秒以上チャレリングをできる場をしっかり探すというふうなことを念頭にプレイしていくと、まずはね、慣れていただけるのかなというふうに思います。そしてね、本ビルドの弱点の一つとして、地形ダメージ、いわゆる、足元にね、ダメージを置かれるような、エリートの攻撃はちょっと苦手となっております。結構、不意をつかれるパターンもあるんですけれども、まあ、毒沼、緑色のね、エフェクトがあるように、継続してね、ダメージを与えられてしまうと、障壁がね、突破される可能性も、複数重なってダメージが当たってしまって、障壁が突破される可能性も出てきます。結構一瞬にして、障壁が突破された瞬間、デスしてしまうというところがあるので、一回デスしてしまう、またはデスはしないまででも、スクワットのね、効果、障壁が出てしまったよっていうのを確認したら、一旦距離を取って安全なところまで行くといいのかなと思います。理由は二つあります。一つは、その位置でね、棒立ちしている、まあ、戦闘していると、まあ、間違いなく死ぬよっていうところと、もう一つが一旦仕切り倒して、ここで思い出してほしいのが、パッシブの守護者の雇用の効果です。5秒間ね、ダメージを受けずにいると、障壁が復活するので、よくね、火の鳥ビルドでよくあるプレイとしては、一旦距離を取るのはいいんですけれども、すぐ戻って、またすぐ戦闘を開始してしまう。で、そうするとね、パッシブの守護者の雇用の、障壁の効果が、戻ってこない間にまたダメージを食らってしまってっていうことが結構散見されるので、大きくね、息を吸って、まあ、5秒とは言わないんですけれども、4秒程度安全位置に行って、仕切り直すっていうのが非常に重要になります。そして今、キルが切れたんですけれども、2倍の維持ですね。スクワットの維持と2倍を、ネファリングローリーの維持、維持をしっかりして、このビルドはしっかり火力が出るというところですね。まあ、ビルド、リアウドというゲームの基本でもあるんですけれども、そういった部分でね、しっかり火力を維持していくと、このビルドの
いい部分がね、どんどん発揮されているのかなと思います。で、敵が固まっているところはね、最初は積極的に接近して、チャネリングを維持しながら近づいて、ダメージを与えていくといいかなと思います。このビルドはね、近接ビルドのゆえんでもある、エクスプロシブブラストをしっかりぶつけるっていうのが非常に重要になります。ツイスターの部分ではもちろんダメージの、ファイアーバードの6セットのダメージ効果のトリガーになるので、こちらの方もしっかり当ててはいきたいんですけれども、しっかり当てるためには、それなりにテクニックが必要になっていきます。で、そのテクニックってどういうことなのかっていうと、逆にね、現在今戦っているマップだと、ツイスター、追加のツイスターっていうのが、まあ、なかなか当てにくい部分があるんですけれども、うまくね、狭いところ、狭い通路で、引き寄せて戦闘をする。で、そうすることによって、ツイスターがね、そのままのツイスターがいくルートが制限されてヒットさせやすくなるっていうのが非常にポイントになるのかなと思います。ただね、繰り返すようですけれども、敵が集まって、小さいね、場所で戦闘をするっていうことになると、その分敵の攻撃も集中しやすくなって防御が突破されやすくもなるので、そこら辺の押し引きっていうのが、このビルドの結構肝になるのかなと思います。ここら辺は、ランク帯で変わっていくので、まあ、慣れていただけるしかないんですけれども、逆にここら辺が調整できるようになると、もう GR の高いランク、このビルドを使いこなしているんじゃないのかなっていう印象を受けます。まあね、今の時点で、スクワットの位置っていうか、現在のシーンはね、複数のエリートと戦闘して、スクワットネックレスの効果が剥がされたのを確認して、テレポートでね、距離を取って、で、そしてね、またスカートネックレスの効果のスタップが10になったら、再びね、戻ってきて戦闘しているという形になっています。まあ、テレポートによる機動力が確保されているので、一旦ね、無茶だなと思ったら、普通に戦略的撤退をするっていうのは非常に重要な立ち回りなのかなというところですね。もちろんね、本当に苦しい、ジャガーノート持ちのエリート等が出てきた場合は、スキップするっていうのも十分な選択肢になるので、まあそこら辺はね、戦う、戦わないの選択肢は、プレイヤーの判断で、していただければいいのかな、というふうに思います。本ビルドはね、どちらかというと、キルは切り、まあ安いか切りにくいかと言われると、どちらでもないかなというところです。ただ広いマップですとね、ずっと連続で戦闘していって、キルが、どうしようね、150、200って溜まっていくかなと思うので、要所要所でね、切っていって、2倍をね、貯めていただけると、よりね、戦闘が継続しやすくなるのかなというふうに思います。さて、次のマップに移動したところで、マップをまずは最初にチェックする。で、ひたすらね、盗門がありましたというところで、そこは、ここは素早く取っていきます。コンポジット、通称ライトニングの盗門で、このビルドと非常に相性がいいですね。基本的に、盗門、スピードの盗門以外は相性が良くて、もちろんその機動力もそうなんですけれども、まあ、戦闘しながらね、強引に、強力な部分を押し付けていくっていう立ち回りが非常に強力になります。まあね、盗門がクリア、GR のクリアにかなり直結するので、大事に使っていきたいなというところです。はい、ボス戦ではアムランが出現しますけれども、まあね、狭い、マップを引いているので、うまくね、接近してダメージを蓄積させているというところですね。ただ、アムランはね、下のネズミの、チューチューワイワイが非常にうざったいので、そこはね、強引すぎない程度にテレポートで回避して安全な位置で攻撃するっていうのが、またね、ギフトガーディアン戦の一つの知識なのかなというところですね。まあね、以上で本動画の解説は終了となります。皆さん長い時間ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。